お世話になります、ひとりでございます。昨日キルクスタウンのジムで穴を全部開通するとどうなるかの検証動画を出したのですが、その際視聴者さんからとあるコメントをいただきました。どうやら穴を一つも開けずにパーフェクトでクリアすると何かが起こるらしいんです。私は今まで十数回は剣盾をクリアしましたが、バカすぎて一度もノーミスでクリアできたことがないので、どうなるか気になりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回はキルクスタウンのジムで穴を開けずにノーミスクリアしたらどうなるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあ行きましょっか。こんなとこ何回もやるようなとこじゃないけど、昨日に続いてまたやっていきましょう。つかよくよく考えたら、落とし穴に落とすようなジムミッションって一番ひでえよなっていう話なんですけど、普通に。はい、じゃあちょっとね、これ私絶対私の脳みそでは攻略できないので、攻略サイトねガン見しながらやっていきたいと思います。それで行きましょう。それでもミスりそうな気がするけどね、私的に。え、ここで引退をね、こっち行って、はい、ここ行って、ちょっと怖いよここですら。こう行って、はい、ここをクリアしても別にここではノーミスクリアでも何も起こらないと。やっぱりこれ鳴った方が気持ちいいね。すごい気持ちいいわ、音が鳴って。でここではもちろん何もないと。その調子です。深呼吸して集中するのです。ここも一緒ですね。ここもちゃんと私昨日のやつでちゃんと文言を覚えてたんで変わってないっすね。はい、じゃあここも行きましょうか。まっすぐ行ってやってるよね。左、え、ちょっと待って、落ちちゃった、バカした。え、なんでなんでなんで、こう違うんじゃないの、攻略サイト間違ってねこれ。ミスったわ。やり直しましょう。まあ私がいけないんだけどね、もちろん。やっぱり予言が当たったわ。でも実際他のサイト見てみたら、その攻略サイトをちゃんと間違ってたしね。私はいけなくない。皆さんも気をつけてください。よしよし、なんとかクリアした。いやー、これ最後のとこきついな。全然覚えらんないわ。いくぞ、ラスト。少し見えづらくなるということで難しいんですが、頑張りましょう。絶対落ちるなここ。ああ、ミスったバカ。なんでミスった。いや、攻略サイトを見てもできないって、私ほんと下手くそすぎだな。また最初からやるというね。よし、やっと来た最後。ちょうどようやく来ました。攻略サイト見てもこんだけ時間かかりました。じゃあこれやっていきますよ。いけって、いや、なんか来るか。はい、一気にここから爽快感のある、はい、ダン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 となって気持ちいいですね。やっぱり昨日の動画とは違って気持ちいい。それでどうなるか、さて何か起こるか。はいはいはい、何も起こんないじゃん。お見事です。さあジムチャレンジャーバトルごとへ。ここで起こんのか。はいはい、ここでなんかあんのかな。はいはい、ジムミッションクリア。なんもないじゃん。なんもないやん。ここでなんか、マクワに何か言われるってこと。ああ、そういうことね。今飛ばしちゃったバカした、肝心なとこ飛ばしちゃった。ちょっともう一回やり直します。あー、本当にバカすぎるわ本当に。よし、ようやく来た。よし、ようやくだ、行こう。本当バカなあれだったな、適当に読んじゃったからね。さっきちゃんと読んでいきましょう。マクワと言います。穴に落ちることなくここまで来たのですか。この一文のためにまた戻ってきました。専用セリフありましたね、ちゃんと。まあそれぐらいできないと僕の相手は務まりません。さっさと終わらせましょう。噛んじゃった。うわー、もう全部終始ダメだったな、もう。いやー、でもまあまあまあいいですわ。はい、ということで勝負を仕掛けてきました、マクワさん。あんた偉そうだよ。ということで検証結果、キルクスタウンのジムで穴を開けずにノーミスクリアしたらマクワが偉そうになる
でした。いや、これはすごいっすね、マジで。私攻略サイト見てもあんだけミスってクリアできなかったので、こんなセリフあるとは知りませんでしたね。しかもそのセリフがジムリーダーという公の代表的な存在なのに、相当上から目線で偉そうにしてくるセリフで、正直マクワに引くわって感じですね。多分マクワはキルクスタウンで生きる薬を飲んだのかもしれませんね。テロリストじゃない、ポラリスト、それ